にちは、カウンセラーの矢野てゆみです。そして最後に出てくるそこの部分の許し感謝ですね。ですね、ここはその悲しみ、自分の悲しみというか自分のその罪悪感とか恥とか、まあ、最悪な部分見たくないもんですよね。プライドとか、愛されなかった事実ですから、から来る孤独感とか、そういうものを自分が包み込む、自分が自分で包み込むっていうことはどういうことになるかっていうと、自分が大人の役をやるということです。自分が、インナーチャイルドっていうのは子供の役をやり続けるということなんです。で、それは起こったことだけど、大人になったらさ、あ、親もああいうことしたんだな、しょうがないよな、だって親だってインナーチャイルドだし、自分たちのことを誰にも愛されてこなくて育った人たちだもんな、自分が愛されたい方法では愛されたことがない人たちだもんなって、で、そういうことさえも間違ってると思わずにひっちゃけになってやってきていいと思って、寝る暇も惜しんで、ご飯食べる時間も惜しんで、1円でも稼ごう、多く稼ごうって頑張って働いてきて、ね、で、うまくいくと思って結婚したのにうまくいかなかったり、愛してたのに裏切られたりとかしてきた、本当にインナーチャイルドもと普通の子供が親になってるわけですよね。だから親だからといってその愛せるわけではないんですよね、そんな簡単に。だって何も学んできてないし、何も知らないし、人のことなんて何も分かんないから、分かるわけないんですよ、あなたのことなんて。ある意味だって他人だもん、 人は他人だから、同じ家族に生まれて分かってあげれることなんてね、少ないの、逆に言えば。でも愛してはきてるんです。っていうのは、だってご飯食べさせてもらったよねみたいな、家にまあね、泊まらせてもらった、泊まらせてっていうか寝床あったよねとか、それお金がないながらも洋服ね買ってくれたりとかしてたでしょ。まあ、お金あった人もねいるからそれはあれだけど、でもないながらにお母さんたちとかお父さんたちもまあできる限りのことはやってあげようって、大学ね何百万も払ってくれたりとかさ、どんな家でもしてくれたりとか、学費払ってくれただけでもさ、すごいわけよ。そうやって学費を払ってくれたっていうことだって。だって私が今学費払わなきゃって思ったらさ、やっぱやべえなと思うもん。大変だよなって。何百万2人分ね、用意して、その後留学ってあと何百万よみたいな話になるわけじゃない。まあ、だから、それはね、やっぱりそのそこで許し、大人になって自分を癒したからこそ、自分が自分のイナチャイルドを癒す、だから自分が自分で褒めるですよ、自分が自分で欲しかった言葉を与えてあげる、どうするみたいな自己対話をするっていうところは、そのインナーチャイルドを癒す本当に第一歩です。何食べたいのとか、どうしたいのとか、眠い、寒い、暑いっていう。で、それの、まあ、インナー彼氏っていうのは、その、まあ、どちらかといえば、だから、インナーチャイルドの親になるときに、女性はお母さんになりがちだから、やっぱり男性性の部分が必要になるので、その部分でどうするっていう話を。そこで親を許していくっていうか、守っていくことが重要。になるんですね。自分が大人になるしかないんですよ。もうだから子供の役をやり続けてるから親に対して怒ってるだけなんですね。子供の役はもうできないんです。でもその子供っていうのは自分が自分で癒す自己対話もあります。で、そうなると今まで親がやってくれたこととかにやっと許すと感謝です。だからこの苦しみとかは味わわない限りは感謝なんていう気持ちは出てこないんですよ、実は。だからこの一つ一つの感情をちゃんと怒りとか、親に対する怒りとか、あ
と絶望感とかを感じない、感じた上での最後の部分の感謝です。許しがあって上での感謝なのに、みんななんかこうひとっ飛びに感謝したいから、ちょっと上っ面にやっぱり親に感謝ですよねとか言って余計苦しくなるみたいな。だって怒り感じ続けてないもんねみたいな、あなたの孤独感は理解してないもんね。だからその最後に来るのが感謝です。でそこに感謝に行くまでにはやはり自分の心を大人にするしかない、ね、子供だから、子供にそのイナーチャイルドに、その感情に振り回され続けてるから、どうして親は愛してくれなかったんだろうとか、どうやったら愛してくれるんだろうとかってなるわけです。だってもうさ30歳ぐらいになったら親に仕送りしてる人っているわけよ。20歳でもいるかな。そうだ、私なんてさ、ほらそれいるよいるよ、20歳でも親に仕送りしてる人いっぱいいるよ。私ほら、海外にいるとやっぱり移民の人を見るんですけど、移民の人ってその海外に出たら、ほらインドとかでさ、生きていくのさ、やっぱ3万円でも家族が食べていけるとかじゃん。だからさ、インド人のさ家族とかってこっちに来たらさ、まあ、親を呼ぶか、インドにちゃんと仕送りとかするんだよね。それ最低収入でもだよ。だから例えば日本で15万円の収入があっても、そういうインドの人たちとかって5万円のさ収入をさ、やっぱそこでさ親にさ、まあ、移民の人たちってね大変だけど、そうやって親に仕送りしたりする人もいるんだよね。だからさ、自分たちはさ20歳の時に仕送りしなきゃいけないような人生じゃなかったっていうことだけでもさ、すごいことなわけね。あ、そんなところよりも、でだからそこで感謝になって喜びに最後に消化するんですけど、その道のりっていうのはもしかしたら3ヶ月とか4ヶ月とかでもなくて、私ねカウンセリング1のやつも3ヶ月から半年なんですけど、12回とか10回のって、もしかしたら1年2年3年4年5年とか数年かかるからね、感謝とかに行くまでには。でもそれは自分の心を大人になるっていうところがなければ無理なんですよ。親の支配下にいて、親の言う通りにやってて、親にどうにか親とうまくやっていこうみたいな、実家でうまく一緒に暮らしていこうみたいな感じで苦しんでるうちは無理です。もちろんそのうまくいってね、一緒に、介護するとか一緒に暮らすとか、そういうのは全然シェアするとかは素晴らしいことなんですけど、それになる前にそれはもうちょっと無駄というか、その無茶な話ですね。感謝そっからじゃないからなんですよね。ということで今日はやはり最後に来るイナチャイルド最後の許し感謝についてお話ししました。ここからですね、あなたの人生がやっとワンダーチャイルドに帰れると、ここから始まります。ということで今日もご視聴ありがとうございました。ではまたね。